おはようございます。今日もキャンプに行きます。今日はですね、那須のコッコランドというキャンプ場に行きたいと思います。今回はですね2泊3日で、2泊目はちょっとグルキャンになる予定なので楽しみです。じゃあ行ってきます。到着しました。コッコランド、東京からだと180キロぐらいあったので結構遠かったですね。これから受付です。薪は800円です。多分紅葉樹っぽい。到着しました。今日は、川沿い、こっちの先が川なんですけど、川沿いの、18番。というサイトになります。まあ広さ的にはまあそんなに広くもなく、まあ狭いわけでもないという感じですけど、明日からですねグルキャンでもうあと2人来るので、テントをですね2つ張るとなるとちょっとどうかなって感じです。はい、今回ですねまた新幕持ってきました。今回ですね、A&F が出している、サバティカのアルニカです。このテントはですね、非常に人気で、抽選で月に1回ですね、抽選で、まあ、何名当たるか分からないんですけど、まあ、当選者だけ買えるというテントなんですけど、うちもですね、4回応募してやっと当たりました。ということで、今日はですねこのサバティカルのアルニカを張りたいと思います。ではスタート。はい、入ってるのはこれだけですね。袋の中に、これがペグ、それからポールと、ま、アウターですねとインナーという非常にシンプルな構成です。で、ポリエステルなので結構軽いですね。はい、外側貼れました。アウター割と簡単です。このポール4本横を通して、で、端を2箇所止めてぐーっと引っ張ったら立ち上がるので、反対側2箇所ペグ止めしたら、もうこれで立ち上がります。さらにここの横にこのリッチポールを両端通してここを止めるので、すごい、アウターがパリッと張れますね。で結構高さも2メーター10かなあるので、すごい高さもあります。でっかいな。はい、メッシュにしてみました。このテントは、両端とサイド全部メッシュになる、フルメッシュになるので、夏場とかでも虫除けになって涼しくていいと思います。あとインナーもありました。これも、まあ、上吊り下げるだけなんで割と簡単にパリッと綺麗に貼れますね。はい、セッティング終わりました。今日はサバティカルの新しく買った、アルニカを、初貼りしました。どうでしょうか。かなりの大きさです。
設営も簡単ですし、中ゆったりと広々としているのと、あと全面メッシュにできるので、これから虫が多い季節になってもこれ重宝するんじゃないかなと思います。で、今回はですね、ここ焚き火コーナー、いつものように焚き火コーナーを作り、前回紹介したこのスモアの焚き火台ですね、持ってきてます。そして中のレイアウトですけど、今日はですね、下のこの、砂利で、ちょびころも足が汚れないので、下のグランドシートというかですね、お座敷スタイルじゃなくて普通に靴でのスタイルにしてます。で、中はこんな感じでリビングスペースも広々としてます。ちょびころはどうしても角っことかですね、いろいろ脱走しそうなので、一応テントの中にこのちょびころの脱走防止の柵を周りぐるっと張ってます。これでちょびころはこの中は自由に、歩けると遊べるという感じですね。で、あとはこの中も広さ的にはどうだろう、小川とほぼ一緒、大ぐらいのサイズ感ですね。コット入れて、ちょっと向こう側がですね、どうしても斜めになるので、枕元というか頭はですね、こちら側に手前に持ってくると、ここは垂直なのでこちらを頭にして、奥を足にするという形で、寝たいと思います。あと電源サイトじゃないので、今日もちょっとバッテリーを持ってきているという感じですね。広さは十分広いと思います。はい、今日はこんな感じでセッティングも割と、慣れればこのテントを建てるのも、20分もかからないで15分ぐらいでできると思うので非常にいいと思います。ちょっとキャノピーを出してみました。このテントですね、ここ3面分 のサイドの部分をキャノピーとして、貼ることができます。で、いいのはですね、これ本当はここまでしかないんですけど、これだけ拡張できるようになっていて、でこれによってこの横とですね、隙間がない形で、タープを、キャノピーを貼ることができます。ただですね、ちょっと雨が降ってくるとこの辺こう流れて、この辺とかね、ちょっと水が流れちゃうんで、基本的には、日差しを、遮る、タープ代わりという位置づけになるかと思います。キャンプ場のサイトの裏にはこんな川が流れてます。結構な勢いで川流れてますね。ここが森林サイトですけど、結構木が多くて、セパレートというかされているのと、あとハンモックを吊るしたりするのにも良さそうですね。ここコッコランドはですね、ちょっと後で数えますけどかなりのサイト数あるんですけど、昨日から泊まってるのは、我々とそこの2組だけですね。ほぼほぼもうちょっとで貸し切り状態でした。はい、貸し切りの露天風呂です。どんな感じでしょうか。綺麗ですね。ここ本当は男性用女性用と分かれてるらしいんですけど、コロナのため、一箇所しか入ってなくて、貸し切りという形になって、おー綺麗、めっちゃ綺麗、これ貸し切りです。30分なのでちょっとでも今日もう浸かるだけゆっくり浸かりたいと思います。お風呂も入ってきました。露天風呂めちゃめちゃ良かったです。で、お腹も減ったのでそろそろ晩御飯です。この晩御飯は、基本アヒージョなんですけど、いろんなものをアヒージョにしたいなと思って、エビ、基本エビですよね。エビ、タコとか、あと牡蠣とかですね、砂肝とか、
あとカマンベールチーズとか、まあ野菜はズッキーニぐらいですけど、この辺をですね、どんどんこのオリーブオイル、ニンニクから唐辛子、をベースにして、そこにどんどん付け足していって、この辺のものを食べたいと思います。準備ができました。じゃあアヒージョ作りたいと思いますが、今日のドリンクはワインなんですけど、これ面白くないですか。イーパルのコラボなのかな、なんかのワインで、ここにカラビナついてて、こうやってどっか引っ掛けてから下から注げるというですね、アウトドアに最適なワインです。味は分かんないですけど、これを今日は飲みたいと思います。どう、面白い。さあ味はどうでしょうか。乾杯です。乾杯。うん、甘い。甘い、うん、ちょっと甘くて、まあ、でも美味しい。でもあの結構赤ワインですけど冷やしたので、うん、これはそれで美味しい、うん、これでも全然美味しいと思います。ではアヒージョいきます。ではまずタコいきます。タコ投入。さあではもうね、タコは茹でてあるだけだからね、さっとニンニクとこの唐辛子、オリーブオイルの香りがつけば OK です。じゃあちょっと食べてみたいと思います。うん、うまい。アヒージョ美味しいね。うまい。このワインも何気に美味しい。うまい。締めはスペシャル猫まんま。ご飯に鰹節と、あとカニカマをほぐして乗っけました。醤油かけただけです。どれどれ。うん、美味しいよね。美味しい。想像より美味しい。はい、今日はですね、久しぶりにネットフリックス見てました。で、今時刻が11時です、そろそろ寝ようと思います。すごい寒くなると思ったんですけど、意外と今 16.7 度ということで意外と暖かいです。なので今日は寝袋あれば快適に寝れると思います。それではおやすみなさい。コロもおやすみなさい。チョビもチョビちゃん、おはよう、おはよう、ロちゃん。お、ちょっとひんやりする。曇ってるけど、そんなに悪い天気じゃない。地べたじゃないとかがいいかな。朝ごはん中、これも朝ごはん中。はい、今回のニューアイテムです。ごとく、これはあのうちはよく最近 4W1H 使うんですけど、ごとくがないときはここでこうちょっと安定しなくて手で持ってないといけないって感じでやりづらいんですけど、やりづらかったんですけど、この 4W1H をやるため専用のゴドクというのが
出てます。でこの五徳ですね、ここにちょうどこの取っ手を乗っけるところがあって、ここ乗っけると非常に安定して 4W11 が使いやすい、まあ、他のあのホットサンドメーカーでも使えると思うんですけど、非常にいいと思います。アーリオーリオペペロンチーノの完成です。美味しかったです。そしてゲスト登場しました。わーい。あの距離感、